。おはようございます。おはようございます。RB2 開幕戦、西日本釣り博と被ってしまったためにめっちゃ参加者少ないですけども、まあ開幕戦ということで頑張りましょう。頑張りましょう。年間優勝狙いましょうね。はい。はい。じゃあ頑張るぞ。えいえいえい。よし、じゃあ頑張ろう。落ちんでもやばい。落ちるんやったらカメラに映りながら落ちてもやばい。加藤さんみたいに。せっかく落ちるんやったら。ハンドランディングする。ギルみたいなバイトやったらやっぱりギルやったばい。でもこれ見て、これこのいよいよいよこの気色悪い色。ねえ、ギルも上がってきたっけ、バスも上がってくるよ。ちょっとテントちょうだい。でっかギル。はい。何フィッシュ？ワンフィッシュ。ワンフィッシュ。フィッグフィッシュ。840。これ一応箱を1個開けてもらってください。してその間にバス入れる。わあ、そんなになんか釣っとんばい？はい。どんな感じで釣れましたか？バイブレーションです。どこでバイブレーションですか？体育館前。おお、素晴らしい男。おお、何バイブレーションですか？ブザービーターです。ブザービーター。ピンク色。ピンク。はい。あ、じゃあ待って待って。はい、トックン何フィッシュ？2フィッシュ。2フィッシュ。おお、やあ。フィッシュ。ビッグワン。お、ビッグワン。ワンフィッシュ。ワンフィッシュ。ワンフィッシュ。トゥーフィッシュ。おほほ、おぉ、フィッシュ。ベリーグッド。グッドフィッシュ。1920。プロマイナス100。125グラム。はい、持ってください。上がってもらえ。
ビッグフィッシュは1280円。1280円。1300円だよ。はい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 。持って持って。はい、ちょっとこっち見せてもらって、なんで釣れましたか？フットボール。フットボール。ダウンショーツ。え？ダウンショー。ダウンショー。かわいいです。オッケー。じゃあ写真も撮ります。2本2本トゥーフィッシュ。ベリーベリー上手。オッケー。おお、でかいやん、2本とも。うわー、トゥーフィッシュ。おー、イエーイ、かっこいい。2200。はい、バス1本ずつ持ってください。すごいね、日本とかね、うん、なんで釣れましたか？フットボールです。フットボール。ダウンショット。ダウンショット。OK。写真も撮ります。はい、紙をお願いします。あ、ごめん。何フィッシュ？ペーパーお願いします。はい。3フィッシュ。素晴らしい。ウェッカル。ワンフィッシュ。2フィッシュ、大きい。3フィッシュ、ありがとう。2820円。はい、写真撮ります。まずちょっと2本と1本持って、はい、簡単に何で釣れましたか？フットボールとネコリグとフリリグ。おお、じゃあ写真も撮ります。素晴らしい。ガイアはまだあれやね。ナンフィッシュ。ワンフィッシュ。ワンフィッシュ。美味しいです。ワンフィッシュ。みんないいね。真っ白な魚。960。はい、写真撮ります。写真の前にビデオ。はい。はい、なぜ釣れましたか？ネコリグです。ネコリグ、どっちが釣りましたか？はい、あはははははは、ちょっと半泣きになっちゃう。なんか釣れないけど、続いて、何フィッシュ？ちょっと待って、一本ですね。1本。フリーズペーパー。フリーズペーパー。何？フリーズペーパー。フリーズペーパー。あー、ペーパー。ワンフィッシュ。おお、これライオンやん、それ。おお、イエーイ。でっかい。1880円。写真撮ります。パートナーはパートナー。コロンコロン。はい、でかいな、これ。はい、なんで釣れましたか？スモラバーで。ほう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 。シャッペーパー。ブリーズペーパー。ブリーズペーパー。Thank you。何本ですか？一本です。ワンフィー。ワンフィー。おお、ゴミみんないいバスね。Very very strong フィー。1400。とりあえずビデオ撮ります。オンガ川のバスいっぱいいるね。おい、なんで釣れましたか？フットボールだ。フットボール。写真撮ります。ペーパー。フリーズペーパー。ナンフィッシュ。1本です。ワンフィッシュ。オッケー。なんかチビバスがおらんね。680。写真撮り、ビデオ撮ります。パートナーは？パートナー。ちょっと用事で帰る。あ、帰った。はい。なんで釣れましたか？スモラバーで。スモラバー。おーい。スモラバー写真。プリーズペーパー。ペーパー。何本ですか？一匹。ワンフィッシュ。お、これもいいバスや。でっかいや。ベリー太いバス。いいな。1540。はい、写真じゃないや、ビデオ。よいしょ。はい、何で釣れましたか？ネコリグです。ネコリグ。はい、じゃあ写真も撮ります。ほんとにやん。はい、はい、プリスポーン。なんか手袋がかっこいいね。そうそう、ティームザップ。ティームザップ。ジャッカルってかも。オーノー。おっ、オースター。何、なんかランチュー。なんかね、ランチューやね。はい、測ってみましょう。交流バス。いやー、ポルスポーン。
1200。おーすげえ。えい。これ綺麗やわ。いやいや、ちょっと待って、なんで釣れましたか。なんすかね、ザップのイサックスモラバの 1.8g とドライブシュリンプ。ハーフハード組み合わせ。まるで自分が釣ったかのような。いやー。は、15艇参加で、魚を持ち込んだ人が10艇でした。3でも伸びました。はい、それでは3位の釣りばっか。ウリエさんと上園さん、パターンお願いします。お疲れ様です。今日釣れたのは中流の、東岸のバンク、釣れたのはスモラバ C4 シュリンプの 1.3g、 トレーラーは、C4 シュリンプですね。スモラバ C4 の 1.3g、 はい、はい、でトレーラー、トレーラーも C4 シュリンプの、グリパンになるんですかね。で、あとはそれ以降続かなかったので最下流下っていったんですけど、ノンキーが1本で以上です。バンクはどこら辺なんですか。バンクはあの H 校よりちょっと下くらいって言ったらいいんですかね、くらいになります。はい、なるほど。もう垂直、あー、もうバンク地っていうよりちょっとズルービーテみたいな感じで止めてる時に、止めてる時ですね。はい、はい、おめでとうございます。それでは2位のチームゆっくりお願いします。あ、皆さんお疲れ様です。釣れたのは仲間大橋の真下のあたりで、そこで2本、自分の友達が、フットボールのダブルモーションで1本と、自分が、レクワムをダウンショットで1本で、大体10時ぐらいに釣れて、午前中ずっとあの岩の岬ぐらいから始めて、で最下流まで行って全然当たりがなくて、でまたこっちに戻ってきて、大体11時ぐらいに2本取って以上になります。はい、フットボールの重さはどんなアクションで釣られたんですか。リフト&ホールで。仲間大橋の下でかいですよ。なんか真ん中あたりになんかちょっとある石のやつ。そうです、はい。はい、ありがとうございます。それでは本日の優勝、今田さん、軽部さん、お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ですね、まあ全然魚は見えてなかったので、まあまあちょっともう本番で2人で探そうということで、体育館前などいろいろやったんですがなくて、1本目が釣れたのが3号線下の昔の何、青柳病院前っていうんかね、あそこの半歩のちょい浅いとこやったかな、そこで、ツインテールリンガーの、先月出た新色の 1.3g ネコリグ、それでまた移動してですね、福永産業の、壁沿いで、僕が TG ブローのフットボールですね、 TG ブローの8分の3にアントライオンの 3.3 インチで、相方が、エスケープツインのフリリグで、まあバイトはまあ他にもちょっとっぽいのがあったんですが、まあ、とりあえず取れたのは3本です。以上です。福中産業の壁、どういうタイムかな、張り出しとる上流側やね、うん、上流側にあるあのハードボトムに当てて、でロッドを起こしてちょっとスイミングさせたような感じの時にふっと軽くなるようなバイトです。エスケープツインもそんな感じです。みんなズル見てるんです。ズル見てる。なるほど、おめでとうございます。おはい、それでは上位3チームに何か質問等ございませんか。ありません。ありませんね。はい、じゃあお疲れ様でした。おめでとうございます。自分もやったんやけどね、福永、同じようなできる時。はい、次回は6月17日、また下流エリアになります。よろしくお願いします。それでは、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今日は優勝おめでとうございました。ありがとうございます。エバーグリーンフィールドスタッフの今田さん、今日釣れたタックルを教えてください。はい、まずですね、はい、1本目がツインテールリンガー 4.7 インチ、
これはあの先週かな先々週か出た新色のこれ沼秩父で進化は 1.3g、まあ、はい、アスナグレス猫ですね、うんうんうん、こいつで1本、そして2本目は、エバーグリーンの TG ブロー、うん、フットボールジグ、ちょっとこれトレーラーのカラーがあの今変わっとるけど、実際釣ったのはちょっと違う、グリパン系の、あ、こんなカラーかな、まあ、こんな感じのカラーでした。あ、そういうことね、うん、はい、以上。すみません。そのタックルはロッドは何ですか。これはね、ロッドはフェイズの、うん、テンペスト 67MH、 ほう、でラインはマジックハード R の14ポンド、うん、ほうほうほう、で、TG ブローの8分、これ8分の3位な、うん、手にハントライオンのでっかいやつね、 3.3インチ、はい、でもう一丁がこれはヘッ、これネコリグ用のタックルで、これ低弾性の、うん、グラファイトの竿で、うん、ヘラクレスのウォレシア、うん、比較的もうパラボリックの柔らかいやつで、ラインスラックでネコリグを操作するっていうやつで、ラインはマジックハードのフロロの10ポンド10ポンドで、ジンテールリンガーの、新色沼秩父の 1.3g 進化のスナグレスネコね、まあそんな感じですね。はい、じゃあカルベさん。釣れたのはエスケープツイン、あ、リトルツインですね。リトルツインの方の、うん、何ですかね、カラー分かりません、うん、はい、のフリリグです。ロットはイズムの、610MH、 610MH、ラインは何ポンドですか。ラインは12ポンド、エクスレットの12ポンドです。はい、ありがとうございました。じゃあ来月はちょっと手加減してください。はい、じゃあお疲れ様です。はい、動画視聴ありがとうございました。最新動画関連動画はこちらから、本当ですか、いいよかね、チャンネル登録はこちらから、いっぱいチャンネル登録していただけると頑張りますのでよろしくお願いします。3万人目標倍えいえいおーグダグダ。